どうも、斉藤紳士です。忘れていたわけではないこともないのかな。荒木裕彦の漫画術にね、押し出されてですね、完全に、もう一回やるんだったっていうのをね、思い出したという企画がございまして、コントのような小説シリーズでございまして、1回目がね、太宰治の走れメロスで、2回目がですね、今村夏子さんのアヒルで、3回やるってもう公言してましたから、あと1回やったんですけれども、それがですね、ついに今日できます。はい。で、いろいろ悩んだんですね。結構候補があったんですけれども、僕の中ではもうベタやんけお前というね、ふうに思ってた作品を今日は紹介します。だ、例えばどれぐらいベタかというと、そのだから漫才うまい人、誰か最近知らん、最近っていうか、漫才うまい人教えてやって言われたら、安きよかなっていうぐらいちょっとベタな、作品なんですけど、でも意外に読んでない人も多いかなと思って今日はちょっと紹介します。今日のご紹介するですね、コントのような小説はこちら、フランツカフカの変身でございますね。名作中の名作でございますけれども、コントのような話なんですよこれ。いや違うと、待て斉藤紳士と、これはね、すごく不条理な話ではあるけども、コントのような話ではない、何も分かってないなお前はと、ここには、なんか人間のね、もっとこう、混沌とした、悩みであったりだとか、それを具現化したどったらこったらすっぺたこっぺたという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、いや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 待てよと。確かにね、そこに深いテーマがあったり哲学的なものがあるっていうのは分かりますよ、分かりますけれども、なんでコントっぽいかという説明としましてですね、確かにね、全体的に暗いですし、まあ、この話あとストーリー言いますけれども、なんていうんですかね、あるものをすごく暗示しているような話ではあるんでしょう。そしてそれが決して明るいものではないんでしょうけれどもね、カフカ自身がこの作品の原稿をですね、友人のマックス・ブロートたちの前で朗読するときはずっと笑ってたらしいです。これな、これでなって自分で書いた小説をもう笑いながら、でって言いながら、時にはふんとか言って笑吹き出しながら、読んでたらしいんですよ。それは本当らしいんです。ということはですよ、作者本人がコントみたいに思いながら書いてたってことでしょ。ということは笑うていいんですよ。正直笑えない、ラストなんて特に笑えないっていう人もいるかもしれないですけど、いや書いた本人笑ってんねんから。でこのカフカっていう人は、まあ、ご存知の人多いと思いますけども、結構笑いっていうものにだいぶ傾倒してる人だと思います。いやそんなことはないっていう方もいらっしゃるとは思いますけども、多分本人笑いながら書いてたと思いますよ。現に 笑いながらこの原稿を読んでたらしいですから、友達にこれ聞いてよこれって言って、ということはもう本人もコント台本ぐらいのつもりで書いてたんですよ。はい。なので僕はやっぱりこう選びましたし、もし読んだことがない、全然知らないという人がいたらですね、知ってほしいと思う、それぐらい面白いんですよこの小説は。はい。じゃあ早速いきましょう。まずお話としましてですね、主人公はですね、外交販売員の青年、グレーゴル・ザムザでございます。このグレーゴル・ザムザがですね、ある朝パッと目が覚めるとですね、虫になってたんですね。この入りどうでしょう。シュール系コント、擬人化コントですよね。パッと目が覚めたら虫なんですよ。あれ虫やな俺。しかも甲虫なんですね。まあ、カブトムシみたいな、ああいうこう甲羅のあるような甲虫ですよね。ちょっとこう背中に丸みを帯びたような甲虫だと思いますけれどもね。で、最初そう、あ虫やって思った時にでっかい虫なわけですよ。え夢これ、あ夢ちゃうな、どうしようと思った後がいいんですよ。どうしよう、もう一回寝ようかって思うんですね。もうここら辺から面白いですよね。うわーとか暴れないです。もう一回寝ようかなと思うんですよ。で、寝ようって思うんですよ。で、ザムザはこう右を下にして寝るタイプなんです。僕もそうなんですけど。寝るときどうですか、仰向けでバーンと寝る人もいれば、こうじゃないと寝れないわみたいな人いると思うんですよ。僕もそうなんですよ。こう
こうね、でザムザムそうなんですよ、こうせな寝られへんと、やのに今虫になってるから、で足いっぱいある細いね、ほんまにあのカブトムシみたいなのを想像してくださいよ、あんなのでわー仰向けなんですよ、あこれは夢じゃないにしてももう一回寝たいと思って、まあ、寝よう、でも寝返り打とうとするんですけど、打てないですよね、そら背中丸いですから、あれ全然いかれへん、全然右下、あの下にいかんぞこれって、ゴロン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 やるわけですよ。これをね100回繰り返したらしいですもう面白いですよね、絶対笑いながら書いてますよねこれね。で100回やったけど無理やからもうええわってなるんですよ。それでなんかいろんなことをバーッと考えるんですよね、あーなんでこんなことになったんやとか、でも早起きしたらアホになるとか思うんですよ、人間はたっぷり寝なあかんと、で旅ばっかりでしんどいね、これあの外交販売員って言ってますけど、まあ出張はとにかく今でいう出張が多いと、もう旅から旅へとしていると、もうしんどいわとそれね、でカフカ自身もそういう仕事をしていたらしいんですよ、だからもうすごくなんていうんですかね、身につまされたもう本人のトロなんですよね、もう感情のトロです、もう出張ばっかりは本当にしんどいと、人間は寝なあかんとか思うんですよ。でファッと気づいたらね、もう出張せな、あ出張のもうその日も出張やったんですけども、出発時間をとっくに過ぎてると、でうわ起きられへん、でもどうしよう、ほんならやっぱりドアのところでおかんがコンコンってきて、大丈夫大丈夫ザムザーみたいな感じで来るわけですよ、ほんならあザムザとはグレーゴル大丈夫みたいなできて、ほんなら続いて父も来るわけですよ、おグレーゴルどうした大丈夫かグレーゴルみたいな、で続いて妹も来るんですよ、お兄ちゃん大丈夫なのみたいな、でうわーって言ってるけど、ちょっと声に変なのが混じってピーみたいな声、やっぱ声もあんまうまく出ないんですね、でもあ大丈夫大丈夫みたいな感じで言って、ででも声がおかしくなるから、まあ慎重に短い言葉でもう支度しましたと返事したりするわけですよ、うん、ほんならあそうかってバーッとみんな帰るんですよ、帰るんですけどまた来たりするんですよ大丈夫か、なんかここら辺も僕好きなんですよね、なんで一回戻って食卓行ってまた帰すぐ帰ってくるんやろっていう、このくだり別にかかんでよかったんちゃうかなと思うんですけど、こういうの面白いんですけどね。でなんとか起きようとグレーゴルもね試すんですよ、こうでももう全然動かないわけですから、でこれどうしよう、でベッドからとりあえず降りよう、ね、降りようと落ちようと、まあ落ちるんでしょうけども、まあ、でもとりあえずベッドの上におったらあかんと思って左右に体をバー動かすんですよ、ほんならねこの動きだんだんおもろになってくるんですよ書いてるんですよカフカ本人がだんだんおもろになってきたっていう、もうこれをやってた、だから確かにおもろいじゃないですか、ちょっとずっとこうやってたら多分気持ちいいし、なんかおもろいなみたいになってくるんですよ、でおもろくなってくるんですよ、ほんでほんならね玄関のベルが聞こえるんです、ピンポーンみたいな、でなんとその会社のね支配人自ら家に来たんですよ、そんな駒使いとか来るんじゃないですよ、もう支配人自らが来て、グレーゴル君がね来てないんですけれどもみたいな感じで来るわけですよ、でグレーゴルうわまずーっと思いながらでもこうやってますから、でそのままベッドからバーン落ちるんですよね、でその時頭を打ったのと怒りのために絨毯に頭をこすりつけたっていうよくわからない表現もあって、これも好きなんですけど僕ね、なんやそれと思うんですけど、で支配人が入ってくるんですよね、グレーゴル君が来てないぞと、で母はすいませんちょっと出てこないんですけども、きっと何か体調が悪いんだと思いますみたいな感じで、もう母親言うわけですよね支配人にね、おそらく体調が悪いんです、なら支配人はそうでしょうな、我々商売人はよっぽど体調を崩しても、職務を全うするもんですからな、これはもうそんな商売人が職務を全うできへんって言ったらよっぽどでしょうなみたいな、ちょっとこう皮肉めいた感じで来るんですね支配人はね、でノックしてくるわけですよ支配人は、でコンコンみたいな、でグレーゴルはですねちょっとコツをつかんでくるんですね、なんかこう動くときはもうちょっと小刻みに動いたらいけるみたいな、ちょっとコツつかむんですよ、でタンスにね近寄ってですね、タンスにもたれかかれるんですね、で
途中何度か、まあ、虫の足なんで、あのそのタンスもつかもうとしたらするんで、わかります、あのなんか多分材質的にね、あのわかんないですけど、カブトムシとかになったことないから、まあ滑るでしょう、多分なんかあのつるんとしたとこには何回か滑るんですよ、こうやってガーンってなったりとかしながら、あのなんとかね、椅子にもたれることがこうできるんですよ、こうやってね。でなんとかドアに近づきですね、顎が強いのは分かったんです、顎強いぞ俺みたいな感じでガーンってやってやって、あのドア開けるんですよ、鍵を開けて、でその動くガチャガチャガチャっていうドアノブを見て、母と父はまあ自分で出てこれるのかしらと言って見るんですよね。ほんならですね、ドアの隙間からあのでっかい虫の顔が覗くんです。でっかい虫の顔がバーン覗くんですよ。ほんならおかんギヤーってなってその場にへたり込むんです。でもうおとんは泣き出すんですよ。でっかい虫おる。本当面白いんですよねこれね。で、あの支配人は、ここはね小説家としてこう非常にセンスのある言葉で書いてるんですけど、かかとをやけどしたのかと思うぐらいのような足の運びで逃げたと、支配人はね、これいいですよね、かかとをやけどするんかっていうぐらいのもうすんごい速さでパーンって逃げたと、で逃げ出そうとしていたと、で、あのとりあえずドアからわーって出ようとする、母はギャー、支配人は逃げる、ね、ほらもうバーッ出てくるんですよ、グレーゴルは虫のままでバーッて出てきたら、もう父親はそこにあったステッキで「この野郎この野郎」って言って部屋までスゴ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 戻っていくっていうね、これが第一章です、もうすでに笑いどころいっぱいあるんですけどもね。で、あの第二章がですね、まあ、その日以来ですね、グレーゴルは自分の部屋に閉じこもって生活するようになる、まあ、当然ですよね、もうガーンって落ち込んでるんですよ。でグレーゴルの世話はですね、妹のグレーテがするんですね。で、例えばこう食事とか普通にこう差し入れてくれるんですけれども、まあ、それはね細かくちぎった白いパンの浮いた牛乳とかをファッとしてくれるんですよ。うわ嬉しいと思うんですよ。でカサ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 って言ってあの食べるんですけど全然美味しくないんですよ。うわ美味しくない、何これみたいな、好きなはずやのに。でも体もねだんだん虫になってっていってるんですよ。うわ美味しくないみたいな。で、部屋の寝椅子っていう椅子ね、まあ、寝れる椅子の下に潜り込むのが一番落ち着くって分かるんですよ。でそこにファーっていって、ああ落ち着くなとかっていると妹が入ってくる、まあ、毎日日課で入ってきますから、それはなんかしてくれたりするんで。でも入ってくるたびにグレーテはうわーって驚くんですよ。毎日うわー分かってるはずなんですよ、もう兄ちゃん虫になってるの。やのに入ってくるたびにああいちいち驚いて、でグレーゴルはいや俺の分かってるのにいちいち驚くなやって思うんですよ。思うんですけど、まあでもあもう来ると思ったらあの寝室のところにカサカサカサって言って、まあ、じっとしてるっていうような、まあ、もちろんその寝室の下に完全には潜れないですよ、全然頭ぐらいしか入らないんですけど、全然体出てるんですけど、一応そういう習慣がね、あるということで。で、グレーテ妹はですね、全然飲まれてないミルクを見てですね、これ何やったら食べるんやろうと。でいろんなの持ってくるんですよ。例えば夕食の残りくずであったり、半分腐った古野菜であったり、干しぶどうに、破綻鏡っていう、これはスモモの一種らしいです、とかね、チーズパンとかをこう持ってくると。でどうやらチーズが一番の好物やと分かったわ。チーズやったか、ね、いろいろ持ってくる中でチーズしか食わないから、チーズ好きなんやあいつみたいな風に思うわけですね。あいつってことは、グレーゴルお兄ちゃんはあのチーズが好きなのねみたいに思うわけですよ。で、そのうちですね、グレーゴルはあの部屋の壁とか天井を這い回る習慣を身につけるんですよ。もういよいよ欲しいんですよ。天井とかにわー張り付いてね、あー天井落ち着くなーみたいに思うわけですね、そういうことをやりだすんですよ。ほんならね、グレーって妹はそれに気づくんですよ。お兄ちゃん天井に行ったりとか壁に行ったりガサ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 してるわと。これでもタンスとかあったら、そのさっき言ったようにツルーンとか滑ったりするから、あの家財道具があったら危ないから、あまあじゃあ壁カサカサ行ったりとか天井行ったりするのが好きなんやったらっていうので、母親と一緒になってこう荷物を運び出すんですよね、どんどんこうね。ほんならグレーテルはもう、あグレーテルちゃうわ、グレーゴルはカサ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 ってこうね上がれるのが楽しいですから、わー天井行ってわーみたいなね、できますから、
最初はいいなと思ってたんですよ。ああ俺のためにこうね邪魔になるような家具とかはこうどんどんこう運び出してくれたんだな、助かるなって思ってたんですけども、ある日ふと気づいたんです。あれこれこのまま やったら人間だった頃の痕跡がなくなるんじゃないのって思うんですね。そうでしょ、何にもない虫かごの中みたいなほんま部屋になるやんって思ったんですよ。で、壁の婦人像の絵があったんですね。でそれをこれは撮られたらあかんと思ったんですよ。これはなんか人間らしい、唯一僕の部屋だった頃の人間らしさがあると思ってサカ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 ってこう隠したりするんです。壁に張り付いてる。でふっと見たらね、妹のグレープふっと目が合うんですね、で目があってなんかグレゴロフワーって這い出ていくんですよ。ほんで母がまたギヤーギヤー、もう母親全然慣れてないんですよ、ね、ギヤー。ほんで出てきたから父親がリンゴ2回投げつけるんですよ。この野郎、虫子の野郎、うわで、むちゃくちゃな話でしょ、もう。で、リンゴによってグレーゴルは重傷に負うんですよ。ああ、もういったー、ボロボロやん、もう、もう背中にめり込んでますから、あのリンゴはね。で、もうそんな状況でして、それでもうちょっとこれで、ね、唯一の働き手だったんですよ、グレーゴルが、この家の。もういないから、女中さん、まあ、お手伝いさんをね、雇ってたけども、ちょっとおいとまを出してですね、まあ、代わりにちょっと年老いた、まあ、大女が来るんですけども、まあ、その人が手伝いに来るんですけど、この大女はですね、グレーゴルを見ても全く怖がらないんですよ。普通やったら、うわーっていうところをもうバーン見て、もう普通に、なんやこの虫みたいな。全然怖がらない。むしろからかうんですよ。なんかツンツンとかやったら、うわ、大女怖い。ツンツン。みたいなね、感じなんですね。で、もうお金に困ってますから、部屋の一室をね、3人の紳士に貸し出してですね、まあまあそれで家賃収入じゃないですけれども、まあみたいな感じにしようと思ってたんですね。で、母も妹も働き口を見つけて働き出していたと。で、まあお父さんもちょっと年配なので、体が動かないという状況なんですけれども、で、ある日、グレーゴルは、グレーっていうかバイオリンをバーッと弾いてるんですね。ほんなら、グレーゴルはそのグレーテのバイオリンを弾いて、あー、いい曲やな、いい音色だな、カサ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 、いい音色だなって部屋から出てまうんですよ。ほんなら、それをこう、そのバイオリンを優雅にも見てた紳士がパッと気づいて、うわ、なんじゃこのでかい虫ってなるんですよ。それで怒ってですね、3人の紳士が、こんなでっかい虫のおる部屋の隣におって家賃なんか払えるか言うて怒るんですね。で、もうええ言うて出ていくんですよ。ほんで、いやせっかくの家賃収入がってなって、グレーテがもう切れるんですね、妹のグレーテが。これはもうここからね、お兄ちゃんをこれ呼ばわりしますからね。これは振り離さなくちゃダメよと。これはお父さんとお母さんを殺しちゃうわって、このカサカサ、お兄ちゃんをこれはって言ってるんですよ。で、グレーゴルはね、ずっと何にも食べてないんですよ。で、食べ物も与えられてないので。で、死んじゃいます。普通に、ってグレーゴル死ぬんですね。で、うわ、死んだわ、もうあんな死んだら死体とかどうすんのって言うんですけど、大女が片付けるんですよ。うらこの虫くらってね、外に捨てるんですね。で、父と母と妹はですね、ちょっといろいろあったし、疲れもあるし、ね、お兄ちゃん虫になって最後死んじゃうから、ちょっと心の傷を癒すためにもですね、郊外に電車で出るんですね。で、電車の中で話をしてるとですね、3人の働き口で、どうよ、どう、仕事どうって言ったら、割とみんな順調やということに気づくんですね。あ、そうなん、ええ感じやん。あ、お前もそうなんか、ええ感じやんか。って、お父さんがパッとね、妹のグレーテを見たらね、ちょっと綺麗な女の人になってるんですよ。あら、ちょっと綺麗になってきたやんか、なんかな。いつの間にかな、少女だと思ってたけど、大人の綺麗な女性になってきてるやんか。向こうを探さなな。で、話が終わるんですよ。これ、ほんと面白い。すいません、もう笑いながら、ね、
言ってしまったんで、もっと深刻な感じで書いてます、これ、実を言うと。で、暗いですし、まあ何かを暗示している作品なんだろうということです。よく言われるのが、今流行ってます。今本屋に行くともう平積みにされてる、カミューのペストっていう、あの小説は、まあペスト、まあ今のコロナもそうだと思うんですけれども、不条理なものですよね。外から不条理なものがやってきた。コロナって何よ。あんなもんで急に今まであった普通の、当然あった生活が、ね、侵食されてるでしょ、今。ね、脅かされてるじゃないですか。あんな当たり前が脅かされてる、みたいな。そういうことが昔もあったんです、ペストって。で、不条理が外、外界からバーってやってきたと。ね。いうのがペストって言われてます。で、このカフカっていうのは個人の個々の中にある不条理っていうものを描いた作品として書かれています。なので、すごく文学的に評価の高い小説なんです。はい。ただ、カフカ本人はですね、失敗作だと言ってます。これもですね、本人が仕事出張がなければ、もっとちゃんと書けたのに、何度も中断を余儀なくされたと。だから失敗作やねん、これ。と本人はおっしゃってます。で、僕はね、ありふれた事件の中に奇跡をこっそり忍ばせているのではなく、普通のもの自体がすでに奇跡だと思うと。ね。だから、これは僕は普通の物語を書いたんだよって、カフカ自身はおっしゃってるんですね。はい。で、しかも僕はここに非常に面白、ユーモアというか、本当にコント台本のような、面白さを感じました。はい。なので、カフカはこれを笑いながら書いたんだけど、笑いの中には真理がありますから、僕はそれは信じてますから。はい。というわけで、コントのような小説第3回最終回は、フランツ・カフカの変身を紹介いたしましたね。また形は変わるかもしれませんけれども、なんか面白い小説みたいなのは、紹介していけたらなというふうに思っております。芥川賞受賞作以外でね、何か紹介できるカテゴライズして、紹介したいと思いますので、そちらの方もぜひお楽しみにしてください。というわけで、今日は以上です。どうもありがとうございました。